こんにちは。大阪府森口市にある整体&カイロプラクティック院ブリスの竹谷と申します。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。こちらの資料はですね、頭痛で LINE された方にお渡しする資料なんですけども、今日は、その中からですね、片頭痛について、お話しさせていただきたいと思います。ですね、まず片頭痛の特徴、痛む場所ですね、こめかみ、目の周り、目の奥、頭のてっぺん、後頭部、耳の上など、痛み方、ズンズン、ズキンズキン、ガンガン、脈を打つような痛みということですね。頻度、年に数回からほぼ毎日、様々ですね。で、3日から5日前後続くことも多いということですね。で、辛さ、とても辛く、できる限り何もしたくないと。で、悪化する行為、マッサージ、これですね、マッサージしてるときはね、気持ちいいですけど、後でより痛みが強くなることがあります。あと、お風呂、運動、歩く、走る、階段、など、体を動かすとズキンと痛みがね、強くなることがあります。で、頭痛以外の症状、首や肩が凝る、首や肩が痛い、吐き気、光が眩しい、音や匂いに敏感になる、そのような症状が出てきますね。で、対処法としましては、薬を飲む、横になる、静かなところでゆっくり休む、痛む場所を冷やす、コーヒーなどカフェインを摂取する、などがあります。で、他にですね、これは女性特有なんですけども、生理前、生理中、生理後に片頭痛が発生したり、より悪化することも多いんですね。で、片頭痛の要因、誘因ですね、睡眠不足、まあ、逆に寝すぎ、疲労、不良姿勢、まあ、携帯とかですね、ゲームの見すぎ、読書、例えば人混みとか、あと、香水とかですね、タバコの匂いとか、まあ、自分にとっての不快な匂いですね、強い光、車酔い、緊張感、空腹、天候の変化。天候の変化というのは気圧の変化ですね。あと、アルコール。まあ、これは二日酔いとかね、そういったものがありますけどね。であと、寒暖差。冷えすぎるとか、暑すぎるとか。あと、ストレスとか。あと、場合によってはですね、特定の食品ですね。これを食べると頭痛が起こるとか、そういったことがいらっしゃる、起こるという方がもういらっしゃるんですね。まあ、その他にちょっといろいろ書いてるんですが、省きます。その他ですね、自身の体の誘因として骨格の歪み、体のバランスの崩れ、生理、自律神経失調症、更年期、家族の遺伝の要素もあると言われています。で、片頭痛の共存症ですね、これはね、たくさんあるんですけれども、まあ、代表的なものとして、高血圧、心疾患、脳血管障害、うつ病、双極性障害、不安障害、転換、喘息、アレルギー性疾患、肩こり、首こり、首の痛み、まあいろいろありますね。あとその他ですね、ちょっと特徴的なのが、頚椎ヘルニアとか頚椎症とかですね、顎関節症とかも関係することもありますし、事故や怪我による古傷、そういったことも関係することがありますね。はい。で、片頭痛のメカニズムについて、お話しさせていただきます。片頭痛の病態整理はですね、未だに解明されてないんですけれども、仮説として今最も有力なのが三叉神経血管説と言われております。これはですね、何かというと、何らかの刺激で頭蓋内血管に分布する神経、終末が刺激されると、血管作動性物質が放出され、血管が拡張し、無菌性の炎症が引き起こされ、炎症反応が次々に血管を広がっていきます。この刺激による興奮が脳に伝えられて、おしん、おう吐などの随伴症状や頭痛を引き起こすと考えられています。ということですね。まあ、未だにですね、月経のメカニズムというのははっきり分かってないということなんですけども、まあ、大体こういうことだろうということになっています。で、次ですね。まあ、あと、生理と片頭痛にの関係とかもあるんですけど、これについてはまた別途、あげたいと思います。で、病院に行かれた場合ですね、どのような処置をされるかということなんですが、それは痛み方であったりとか、その痛む頻度、そういったことによって変わってはくるんですけれども、まず代表的なことをお話しさせてもらいます。一般的にはですね、急性期治療ということで、まあ、病院に行かずしても、ドラッグストアでよく売ってるものですね。
ロキソニンであったりとか、イブであったりとか、あと、脳神とかですね、そういったものが、飲んで治すということも一つの方法ではありますよね。で、病院でですね、出されるものっていうと、まあ、もうちょっとね、まあ、幅が広くなります。例えば、カロナール。カロナールというとちょっと弱いんですけれども、小学生の頭痛であったりとか、そういった答えとかね、使われたりとかするやつですね。あとは、逆にもうちょっと強くなっていると、ボルタレンとかね、そういったものを出されることがあります。で、あと、頭痛が起こるとね、吐き気がするということが、方がね、多いんで、そういったことがね、結構聞くことがあります。例えば、生徒薬、おう吐ですね。おしんを抑える薬なんですけども、片頭痛の随伴症状であるおしんおう吐に効果がある、ドンペリドンですね。それであったりとか、プリンペランというのが使われることがあります。でこれですね、これは病院に行かないと処方してくれないんですけれども、ドラッグストアとか普通の薬局で売られている酔い止めですね。これも効果があることがあります。ですから、まあ、頭痛薬飲むん嫌やとかいうこととか、いう方に関しては、この薬をね、飲まれるっていうのも一つの方法になるというのがあります。で、病院でね、出される、これが一つの大きな特徴なんですけれども、片頭痛の特効薬というのがあります。これは残念ながら薬局等では手に入れることができません。医師の処方が必要になります。これはですね、一言で言うとトリプタン製剤ということですね、ことになるんですけども、名前で言うとイミグラン、ゾーミック、レルパックス、マックスサルト、アマージ、などがあります。これらですね、なんでこんだけあるかというと、まあ、それぞれの薬の特徴があるんですけれども、まず一番は、残念ながらですね、すべてが効くとは限らないです。例えば、イミグラ飲んで合わない人がゾーミックを飲んで、効くとか、そういうこともあり得るわけなんですね。ですから、これをちょっとずつですね、試して、自分に合う薬を、選ぶと。で、これがですね、本当に片頭痛の特効薬と言われる通りですね、普通の、例えば、ロキソニンであったり、バファリンであったりとか、イブであったりとか、そういったものでも効かない人は、これが速攻で効く場合ですね。だいたい時間的には30分、1時間ぐらいではもうスッキリすると言われている薬になります。で、頭痛が多い方、もう月に、10日以上とか、まあ、それぞれね、そこは医師の判断によるんで、一概には言えないところがあるんですけども、片頭痛の予防薬っていうのを出されることがあります。これは予防薬っていう名前にはなるんですけれども、片頭痛を起こらないようにする予防薬ではありません。あくまでも片頭痛の回数を減らす、もしくは片頭痛が出た時の発作の痛みを、和らげる、そういったものが片頭痛の予防薬という形になります。ですから、時々ね、勘違いされるんですけども、片頭痛予防薬を飲んでるのに、頭痛が起きるっていう方がいらっしゃるんですが、これは、その通りなんですね。仕方がないところになります。で、それがですね、どういったものがあるかというと、カルシウム拮抗薬、テラナス、ミグシスとかですね、抗転換薬、セレニカ、デパケン、トビナとかですね、抗うつ薬、トリプタノール、こういったものは本当によく使われる薬でですね、本当に、薬物乱用頭痛の人とかにね、なってる人であったりとかなるのを予防するために、こういった薬を使うっていうのは非常に重要かなということになります。で、こういったこともすごく専門的になりますので、ぜひですね、脳外科、神経内科の頭痛外来を設けてはるところですね。そういったところで、相談される方がいいかと思います。で、一つ注意点なんですけれども、妊娠されている方ですね、こういった予防薬ってちょっとね、危険なこともありますので、ぜひですね、注意して飲まれた方がいいかなと。その中で特にですね、デパケン、こちらは、妊娠されている方、妊娠を希望されている方については注意が必要なんです。はい。それではちょっと長くはなりましたけども、片頭痛については今日はこれで終わらせていただきます。ありがとうございました。失礼します。